のエナジー Let it go!お父さんに相談しないで。報告だけするつもり。海の向こうではどうにもならないでしょ。ごめんね、ゆうやくん。こんなことになって。おはようございます。うわ、何をするんだ。兄貴のパネルをどうする気。よかった、気になって寄ってみて。ごめんね、こうやちゃん。うちのクラブね、今日限りで閉鎖するんだって。メンバー君だけでしょ。クラブを維持するのが難しいのよ。俺が何とかするからさ、メンバー集めるから閉鎖は待ってくれよ。お願いだ。何とかするからってどうする気なの。だから何とかするから、絶対に何とかするから、クラブを閉めないでお願いします。絶対だよ。とは言ったものの弱っちゃったよな。メンバー一人のクラブへ来てくれるやつがそうそういるとは思えないしな。あ、何やってんのよ。上級生でしょ。あ、やば、カオルじゃないか。また男の子いじめしちゃって。はあ、俺知らないっと。見ないふり、見ないふり。ちょっとこうや。えっ、あ、はい。黙っていく気なの。俺ちょっと。何がちょっとよ。小さい子がいじめられてるのに。えっ、いじめてんじゃないの。誰がよ。この4年生がこの子たちのギアを脅して取り上げちゃったのよ。5年生として何か言ってあげなさいよ。え、お前な、この人本気出すともっと怖いぞ。いクラッシュギアだな。返すからな。バイバイ。二度とやるなよ。こうや、あいつに何て言ったの。いや、別に。お姉ちゃんありがとう。気をつけてね。行こう。うん。あのさ。何？俺のことこうやって呼び捨てにすんのやめてくれる？なんで？あ、いや、俺も一応男なわけで。話変わるけどさ、今飛びたクラブって大変なんだって。みんな万願寺クラブに移っちゃって。よく知ってるな。ねえ、オリザ・ジローって知ってる？オリザ・ジロー？なんだそいつ。ああ、これだからね。今売り出し中のクラッシュギアファイターじゃない。クラッシュギアファイター？そいつがどうしたんだよ。隣の海浜小学校の6年に転校してきたのよ。早速万願寺クラブが目をつけたって話だよ。本当かよ。それで入ったのか、万願寺クラブに。まだみたい。まだ。ハリケーンクラッシャーとかいう必殺技の持ち主で、もう一つ必殺技があるのか。アンパンが大好き。
んだって。あ、パンパン。ただ好きじゃないのよ。めちゃ好きで30個くらいペロリといけるんだって。でも本人はそれが恥ずかしいのか内緒にしてるらしいのよ。みんな知ってるのに。あ、そうだ、私マネージャーやることにしたから。ちょっと待て、何のマネージャーだよ。もちろん飛びたクラブよ。俺何も聞いてないぞ。そりゃ当然よ、私が決めたんだから。メンバーがもう一人増えたってことよ。嬉しいだろ。知るか。ここだな。君さ、6年のオリザ二郎って知ってる？ああ、転校生だろ。悪いけどさ、この手紙を渡してくれないかな。いいよ。またクラブの勧誘か。名前も書いてないとは礼儀知らずなやつだ。悪いけど、この手紙持ってきたやつに返してくれないか。何年生くらいだ？5年生くらいかな。はい、お待ちどうさま。なんだこれ。5年生なんだからもっと漢字を使って書きなって。それから人に物を頼むときは名前を忘れないようにって。じゃあ、この野郎、かっこつけちゃって。オリザ二郎出てこい。アンパン30個のオリザ二郎出てこい。オリザ二郎ってあのオリザ二郎かな。ギアファイターの。あいつはこの学校にいるのか。転校してきたっていう話だ。無駄な抵抗はやめて出てこい、アンパン二郎出てこい。お前が俺に手紙をよこしたのか。誰だお前は。この大バカ野郎、お前を助けた命の恩人を忘れてなんてことを出すんだ。あの時俺を助けてくれた。ようやく思い出したか、このアホタレが。誰がお前のような奴がいるクラブなんかに入るか。とっとと帰れ。あっちゃー、俺の命の恩人だったとはな。作戦の立て直しだ。うわジローの新しい友達なの。もうすぐ帰ってくると思うわ。これアンパンです。ジロー君に助けてもらったお礼です。あら、そんなことがあったの。ありがとう。あれ、あのトロフィー。あれ、ジローがリトルリーグをやっていた時もらったものよ。へえ、ジロー君リトルリーグやってたんだ。ジローの部屋にはもっとあるわよ。見たかったらどうぞ。はあ、すごいじゃん。こんなに活躍してたんだ。でも、それがどうしてクラッシュビアなんかに。あ、あいつ。万願寺たけしの使いで参りました。ジロー君にお会いしたいのですが。あ、僕がジローだけどね。万願寺クラブへ入る気はないからね。帰りなさい、ご苦労さん。こら、ちょっと待てよ。お前パーティーの時万願寺さんと話し合いに応じると言ったろうが。気が変わったのね。本当言うと僕ってアンパンにしか興味ないのね。変なやつでしょ。変だよね。誰だ、俺の名前を飾っているのは。誰だと聞いているんだ。やば。間一発セーフだぜ。やっぱりお前か。待て。待て。待て、マリノ。よくものこのこと俺の家に。言っちゃ悪いか。お
当たり前だ。うちのクラブに入ってくれ。ふざけるな。それじゃ俺と勝負しろ。俺が勝った。ああ、かなぁ。あ、ハチだ。マリナ、巣を踏んづけたな。蜂は気絶してるだけだ。返せよ。いいギアだ。でもこれで勝負したら君の負けだ。なんだよ、分かりもしないくせに。マリノ、俺たちの話はまだ終わってないぞ。いいか、よく覚えておけ。どんなことがあってもお前のクラブには入らない。俺と勝負なんて肩払いたいぜ。効くなあいつのパンチ。入れてやるって俺はお願いしたわけじゃないですよ。何を言ってるんだお前は。パーティーに招待されお声をかけてもらっただけでもありがたいのに。お前ぐらいの腕のギアファイターは万願寺クラブには吐いて捨てるほどいる。それでも入れてやれと言われたのでこうして迎えに来てやったんだ。お帰りください。くそ、不愉快なやつだ。何が。何でもないよ。そうそう、先ほど見えた荒野くんね、助けてもらったお礼だって二郎の好物置いてったわよ。まったく、こんなもので俺の機嫌を取ろったってそうはいくか。助けてくれてありがとう。ぜひ俺たちのクラブに入ってください。お願い頼む。本当に懲りないやつだ。はい、もしもし、荒野にだよ。オリザ、何の用だ。いいかマリノ、一戦だけお前の望み通り相手になってやる。このファイトでお前が勝ったら飛びたクラブに入ってやる。俺が負けたら二度と俺につきまとうな。分かった。でもその前に一つ聞いていいか。なんだ。どうして俺と勝負する気になった。しつこいお前を黙らせるためだ。俺もお前に聞いていいか。なんだ。本気で俺に勝てると思っているのか。わからない。でも俺のクラッシュゲアは天才ファイターと言われた兄貴が作ったものだ。
ギアは天才ファイターが作ったものかもしれないが、さっき蜂を叩き落としたやつが。あいつがどうした？お前のクラッシュギアは戦えば負けると言っていた。うわ、あいつは蜂の羽音だけを聞きながら叩き落としていた。やつはお前のギアから何か特別な音を聞き取った。そしたらどうする？それでもやるだけだ。ガルダイーグルの力を信じてお前をクラブに入れるために。手加減はしないぞ。望むところだ。では私が立ち会います。3分間一本勝負、決着がつかない場合は1分間のブレイクタイムの後再試合します。おお、はい。ギアファイトセット。レディーゴー。負けるとはどういうことなんだ。ガルダイーグルからはそんな感じは全然しない。兄貴の作ったギアだ、負けるわけがない。見ろこの軽快な動きを。どうだ、降りたジロー、どこに俺のギアの負ける気配がある？おかしい、あれだけの男がデタラメを言ったのか。どこかあいつの言葉に寄りかかっていたようだ。自分の力できっちり仕留めてやる。しかしあの言葉には一体どういう意味があるんだ。兄貴、俺に力を貸してくれ。どうしてもオリザをクラブに迎えたい。勝ってあいつの鼻を明かしてやる。再試合です。レディーゴー。オリザ、今度こそ。
見たかマリノ、これが俺の必殺技ハリケーンクラッシャーだ。どうやら奴の言ったことは本当のようだったな。おそらくあいつはお前のギアのモーター音からこの負けを予測していたんだ。俺に負けてそんなに悔しいか？悔しいさ。俺はどうしてもお前のような凄腕のファイターにクラブに入ってもらいたかったんだ。お前、そこまで俺のことを。絶対に、絶対に入ってくれると信じていたから。それなのに、俺は。わかった。もう言うな。それなのに、俺は、俺は、こんなことのために3580円もアンパン買ってしまった！こいつどこまでもコケにしやがって、もう一度ぶん投げるぞ。何をするんだ。ただいま。あいやはなす。どうしたの？きれい。こいつをクラブに入れようと思ってんだけど、こいつたらさ、入るに決まってるじゃないか。こうやくん、こうやくん？ん？いや、最初来た時からいいクラブだなって思ってたんすよ。俺、はじめまして、オリザ二郎です。あなたがオリザ二郎くん。はい、よろしくお願いします。こちらこそ。ガルダイーグルは修理が必要だって言われた。直せるのはギアマスターだけ。次回、激闘クラッシュギアターボ、天才ギアマスター陣、夢は的確世界チャンピオンだ。